殊な豆？特殊な豆。あ、じゃあ、今日すごいいい動きできるかもしれない。うんうんうん、酸味のね。でも今日は、酸味あんま好きじゃない。あれですよね、苦味系。酸味あんま好きじゃない。苦味系が。苦味系の、涙がついてましたよ。何なんだっけ。そんなたくさんいられないですよ、佐藤さん。社長しか。あ、危ない危ない。これすごい量だな、これ普通のコーヒーカップ3杯分ぐらいあるよ、これおいしいな、めっちゃ濡れてるね、はい、2本はここで作って、はい、1本だけ積んでもらって、あれしようかな。あとはそのお湯が、まあ、一応建物内ですけど、どのぐらいのスピードで沸くかちょっと現場でやってみないとわかんない。あ、そうそう、あとは明日の準備ですよね。それで明日の持っていくやつだけ今日のグリーンホールで販売していただいて、はい、でグリーンホールから佐藤さん帰って、はい、どっちでもいいんです、どっちでもいいんです、あの早手さんの車にもし荷物がいっぱいだったら乗せて帰れるよ。これはいつものコーヒーと全然違う。違うでしょ、朝飲みたい。違うでしょ、ちょっとこのワインじゃないよ、うん、ワインなんかそれ甘い、うん、ティミア、甘い豆が焦げたような、すごいですね、フルーティー、あ、すごい、フルーティーが濃い、すごい、フルーティーが濃い。お疲れーす。いやもう十分、お菓子こんなに食っちゃった。コーヒーだと飲めないですもんね。でコーヒーはもうだってまだほら、これどうぞ、お茶入れますよ。いや大丈夫です、大丈夫ですよ。本当に遠慮してるわけでもなんでもなくて、いや本当にお花さんももうなんかマルさんだって寒いでしょ、体。あ、でも全然大丈夫ですよ。でも6畳もちょっとあれですけどね。ちょっと逆に、あ、面白い、大丈夫お茶の。
大丈夫です。あ、ティファール早いな。どうすか？これニューイヤーブレンド。ニューイヤーブレンド。おう、うめえ。一番苦い、あの、ドブの。うまい。やっぱあれが早いでも美味しい、これ。苦味が強くて美味しい。やっぱハズは結構あれ好きですね、そのドブのあれ。これ苦いの好き。酸味より苦いのが好き。あれがパンチあるんだ、やっぱ効いてる。ちょっとたしなんでみてくださいよ。たしなむって、たしなむって合ってんのかな、使い方。え、これ、ね、会社で作ったんですって。お、すごいね。餃子うまい。あれサブロッソ。北島じゃなくて、もうサブロッソ。唐揚げ。食べる。え、どうです？あ、うめ。あ、パッペか。いや、すいしん。これ餃子な、前もっと食べるのはいいと思うんだけど。でも一品っていうのはあれですよね。寒い、え、寒いですか？刺身うまい。これ何それ、タイ。タイ。何これ。ちょっと飲んでないか。やってあげてもらったんですね。うん、やっぱヤンキーっていうか昔のヤンキーみたいな感じでしょ。1月29日、日曜日午後2時、大山フロンティアコーヒーでハヤテサロン開催します。持続可能な地域プロレス団体の経営と役割について考えるというテーマで参加者の皆さんに楽しくフリートークしてもらえればいいなと思っています。今回はプロレスの話をする会ではございません。広報やマーケティング、いかに新しい価値を作っていくかという話をしたいと思いますので、興味のある方、イタプロを良くしたいと思ってくださる方、ご参加お待ちしております。詳細は概要欄にリンクを貼っておきますのでご確認ください。お待ちしてます。